卒。押し寄せる時代に俺たちは抗う。すべての城から足場の連中を追い払うぞ。ホム、わらは戦うのじゃ。父上の志をつなぐために。こんな大量相手に学校なんか死にたがるには付き合ってられないぞ。税など取るに足らん。物量で圧倒し敵の戦意をくじけ。本当やってられないんだけど。船を落とし敵の増援を阻め。船から敵が増えたとは言われたぜ。王様、敵将を討ち取ったり。俺は多くの血を犠牲に四国を得た。その血に報いるまで俺は抗い続ける。貴様ら何ぞに屈する者か。存在せつつつつ負ける者か。しても奴らを救え。あがいても無駄なのだよ。敵は少数だ。一気に押し潰せ。砦を落として敵の進軍を阻め。夜政通りで休めに行かなくね。まっしゃべっか。おねね様も見てっし。全然すっつすっつ。お城が早いのじゃ。清正が虎丸城を落とした。あと敵総大将を叩くだけだ。城を落とされようと微塵も揺るがない。
俺たちが宿す堅牢な魂を。ヘモン、よし、これであいつらもうトラマルゾに進めねえな。うん、こんだけやられてんのなんで諦められないわけ。ほんと世話の焼ける人。結局私の力が必要なんじゃない。そこのかっこいい髪型のお兄さん、ちょっと門を開けてくださらない。戦に巻き込まれて困ってるの。お、ね、が、い、かわいそう。髪型わかってるいいやつだしよ。本当開けちゃいけねえんだけど。待ってろ、開門。天下の剣だな。当然さ、ゴルス、やらー、マジで気合い入れてくれ。ゴルス、ゴルス、開門。ま、ざっとこんなもんかしら。これで崖の上に行くのね。ようやく反骨の魂が覚醒したか。ねじ伏せてみろ、お前の宿命を。奪還は反撃の序章にすぎ、一気に巻き返してやれ。それ以上奪い返されたとて、そんなことが。とする時代のうねりを、俺たちの反骨の叫びが貫き砕く。やるな、我らも続け。開門。これでいい。残るは引けた城と進め。これだけの兵を率いて勝てんと、俺はこの程度の器だというのか。いつも流れに乗れますか。お前も俺たちが敵を食い込んだ間に撤退しろ。逃げ帰れ。そのようなことできるわけがあるまい。流れに逆らっても勝ちたいというのは、敵総大将を撃つほか手立てはない。開門。
こそ奴らに聞かせてやろう。時代に抗う魂の絶叫な。くさつな心情なんだが大丈夫かい。この兵力差で負けるなど。帰って秀吉に伝えるがいい。この俺を下したくば自ら攻めてこいとな。